スローターハウス後は、1969年に出版されたカート・ボネガットの小説。時間旅行を筋立ての道具とするとともに、ボネガットがその余波を目撃した第二次世界大戦でのドレスデン爆撃を出発点として SF 小説の要素と人間の条件の分析等を結びつけた作品である。1970年、9号賞長編部門候補作。 この本が出版された時には、ドレスデン爆撃はまだ広く知られておらず、退役兵や歴史学者によって語られることもほとんどなかった。この本は爆撃の認知度を高め、対戦中の連合国によって正当化された都市空爆の再評価へとつながった。スローターハウス後は20世紀が舞台で第二次世界大戦での経験と家族との関係を中心として、 ビリー・ピルグリムの様々な時代での物語が絡み合っている。この本は一見無作為に見える出来事の連続だが、それらが組み合わさって作品の主題を提示している。スローターハウスごとは第号と殺状を意味し、ドレスデンの爆撃の間、主人公ビリー・ピルグリムが捕虜として収容された場所である。ボネガットはチャンピオンたちの朝食などの他の著作でもしているように、 当作にも、副題をつけている。当作のそれは、子供十字軍である。ボネガットは、最初の章で、子供たちが奴隷として売られた13世紀の少年十字軍について触れている。ボネガットは、戦争を、子供を奴隷として売ることにしせて,て、この副題をつけた。第二次世界大戦中、ろくに訓練も受けていない、米国兵のビリー・ピルグリムは道に迷い。 ドイツ兵に捕らえられ、ドイツのドレスデンにある、使われていない、土殺場の奥深くに設けられた、大洋監獄で生活することになる。理由は説明されないが、ビリーは、時間の中に解き放たれる。彼は、トラルファマドール星からやってきた、地球外生物に出会い、後には誘拐されてトラルファマドール星の動物園で、ポルノ映画のスターのモンタナワイルドハックと共に、展示される。 トラルファ・マドール聖人は、物理的には、トイレのプランジャーと似ていて、四次元を見ることができる。トラルファ・マドール聖人はその人生のすべての瞬間を、すでに見ており、その運命を変えるような選択をすることはできないが、自分が集中したいと思う人生の瞬間を選んで、焦点を合わせることはできる。この物語を通じて、ビリーは時間の中を行き来し、人生の様々な場面を何度も、 追体験する。このせいで、次に、人生のどの場面が現れるのかわからないビリーは、いつも上がり症を感じることになる。彼は、トラルファマドール星で時を過ごし、ドレスデンで過ごし、捕虜になる前の第二次世界大戦中のドイツで深い、雪の中をぼんやりと歩き、戦後のアメリカで、結婚生活を送り、何年も後の地球上での彼の殺人の瞬間に、向かう。 彼の殺人の時までに、ビリーは、トラルファ・マドール・流の運命論を受け入れており、素晴らしい個人的な平和を手に入れて、この哲学を多くの人々に広めて、地球上で有名な人物になる。ビリーの運命論は、現実に基づくもののようである。ビリーが、オフィスに、平安の祈りの写しを持っていることに気づいた後、語り手は言う。ビリー・ピルグリムが変えることのできないものの中には、 過去と、現在と、そして未来がある。トラルファ・マドール星人の誘拐者の中の人間に、同情的に見えた一人は、彼が訪れたことがある31の生命が住む、惑星のうち、自由一種といったものが語られる世界は、地球だけだったという。この本は、妻の死や、第二次世界大戦でのナチスによる補修や、この本を書くきっかけとなったドレスデン爆撃など、 ビリーの人生で起きた他の様々な出来事も分析する。この小説では特定のフレーズが繰り返し使われている。例えば、死に触れる時には、そういうものだという語が使われ、死すべき運命を軽く見せ、死があり触れたことで、ユーモラスでさえあるかのようにしている。また、消しガスとバラが、フランシュタ死体のひどい匂いや酔っ払いの息に対して使われている。ビリーの死は、 奇妙な一連の出来事の結果である。戦闘の間、仲間の兵士のローランド・ウェアリーによると、ビリーは信じられないほど戦闘に不向きで、そのせいで二人は捕虜となった。ローランド・ウェアリーが、自身が捕虜になったことを、ビリーのせいにするので、ウェアリーの陰気な友人ラザーロは、ビリー・ピルグリムを殺すと誓う。ラザールは、復讐こそが、人生における最も完美なものと信じていたが、 ビリーはいつも時空を旅していたためいつどうやって自分が殺されるのかを知っていた。彼はアメリカ合衆国が多くの小国に分裂した未来に公衆の前で演説中にラザーロに撃たれて死ぬ。ビリーはその演説中演説が終わると私は殺されるだろうと宣言し、この動かしようのない事実を彼のメッセージを伝えるために使う。 時間は三次元の切片に加わる、もう一つの次元であり、我々はその切片が同時に存在することを知っているのだから、誰もが常に生きており、死は悲しいものではないと。スローターハウス後は、ジョージ・ロイヒル監督、マイケル・サックス主演で、1972年に映画化され、カンヌ国際映画最新サイン賞とサターン、SF 映画賞、9号賞映像部門を受賞した。 グレン・グールドのゴールドベルク変装曲などが劇中音楽として使用されている。括弧内は日本語吹き替え。1977年11月21日 TBS 月曜ロードショー初回放送 DVDBD に収録。スローターハウス後は1969年の発売以来、反社会的、歪説、不適切な言葉遣いなどの理由によって保守的な 価値観を持つ人々から悪書として批判され、全米図書館協会の調査では、出版から30年以上経った1990年から2000年の10年の間でも、図書館から排除を求められた本の69位と上位に位置している。1970年代から1980年代には、同省図書館や学校から排除する訴訟と、それに反対する市民運動が、 アメリカ各地で数多く起こされ、その判例は、地方教育と司法に大きな影響を与えている。1971年に、ミシガン州ロチェスターの巡回裁判所に、スローターハウス号教材から排除することを求める、提訴が行われた。提訴の理由は、同書には、反宗教、反キリスト教的な内容が含まれており、教材としての使用は特定の宗教を、 抑圧することになり、合衆国憲法修正第1条と第14条に違反しているというものだった。オークランド軍裁判所は原告の訴えを認め、判決によって、オークランド学校区の教材としての使用禁止と、同学校区すべての学校図書館からの排除が命令された。被告となったロチェスターコミュニティ学校区は、第一審を不服として、 ミシガン州の連邦控訴裁判所に控訴した。控訴審は合衆国憲法は学問の自由を制限するものではないこと、同所を使用した授業が特定の宗教を商用、抑圧するものではないこと、第一審の判断には裁判官個人の感情移入が見られることから、判決を覆し、スローターハウス後の排除命令を無効とした。 1973年には、ノースダコタ州で、スローターハウス号教材とした授業に対する保護者からの抗議に応じ、学校区は同性をポルるのと判断し、館内の32冊を焼却する、紛書事件が起こる。教育庁は、思想取締りの意図はないと弁明したが、紛書に対し生徒から抗議の声が上がり、事件を知ったボネガットは、教育庁に対して抗議の書簡を送っている。 1975年にニューヨーク州ロングアイランドで起きたスローターハウスご近書騒動は訴訟問題に発展し最終的に連邦最高裁まで進んだ。1982年に行われた最高裁での裁判では学校図書館の蔵書を教育委員会が個人の心情によって排除したことを意見と判断し本を読む権利と 公立学校の授業のカリキュラムとして本を読む権利は異なるという判断を示した。この裁判は生徒が本を読む権利を明確に認めた点で画期的なものとなり、その後の図書館をめぐる裁判の重要な判例となった。しかし、最高裁判決後も図書購入の審査から恣意的に除外されるなど、スローターハウス号をめぐる排除は各地で発生している。 ありがとうございます。